はい、これでカブのハーブマリネの出来上がりです。はい、では今回はですね、カブを使ってハーブマリネを作りたいと思います。材料はこちらです。カブとですね、季節のハーブですね。中身は何でもいいです。お好きなハーブを、まあ、2、3種類ご用意してください。とこちら前回作った手作りのフレンチドレッシングですね。と塩とですね、飾り付けに今回はラディッシュを使いたいと思います。はい、ではまずですね、カブを切っていきます。まず葉っぱの部分は使わないので切り落とします。カブの皮を剥いていきます。カブは大根と一緒で外側にですね、苦味成分がありますので少し分厚めに切っていきます。こうすることによって苦味がですね、なくなりますので、あとはスライサーでスライスしていきます。はい、ではスライスしたらですね、ここに塩を振って塩もみしていきます。気持ち少し多めにですね、塩を振っていただいて、しっかり塩をもんでいきます。塩もみしたらですね、だいたい5、6分ぐらいちょっと寝かせておきます。はい、カブをですね、塩もみして寝かせている間にハーブドレッシングを作っていきたいと思います。じゃあ手作りのドレッシングにハーブをですね、刻んで入れていきます。今回はパセリ、バジル、セルフィーユ、ディルを使っていきたいと思います。もうお好みの量で大丈夫です。ハーブが好きな方はいっぱい入れてください。まずですね、茎は使わないので葉っぱの部分だけ手でちぎっていきます。ちぎるといい香りがしますね。はい、ではハーブをみじん切りにしていきます。いろんなハーブを混ぜ込んでいるんで、どのハーブが入っているか分かりやすいんですね。今回は少し粗めにみじん切りしていきます。これもですね、サイズはお好みで大丈夫です。これをドレッシングに入れていきます。ではですね、混ぜ込みます。はい、これでハーブドレッシングの出来上がりです。はい、5、6分経ってですね、だいぶしんなりしてきました。これをですね、早速塩抜きしていきます。強めに塩してるんで、しっかりそこで余分な塩を取ってください。塩抜きしたらですね、しっかり水気を切っていきます。ぎゅーっとですね、絞って余分な水分をここで抜いていきます。ここで水分が残ってしまうと仕上がりの時にベチャッとして美味しくなくなってしまいますので、しっかり抜いてください。女性の方とかですね、握力があまりない方は綺麗な布巾を使って絞る方法もあります。綺麗な布巾に乗せてですね、包み込んでここで布巾を絞ってあげると、びっくりするぐらい簡単に水分を取ることができます。はい、よく水分を取ったらですね、早速ドレッシングを混ぜ合わせていきます。先ほど作ったハーブドレッシングを混ぜ込みます。はい、これで完成しました。はい、では早速盛り付けに行きたいと思います。今回はですね、赤身を使ったラディッシュですね、こちらで飾り付けをしていきたいと思います。じゃあ新鮮なラディッシュなんで、実はですね、この葉っぱも食べれるんですよ。これもですね、サラダ感覚で食べていきたいと思います。真ん中に盛り付けます。ラディッシュを薄めに輪切りにしていきます。主役のカブを盛り付けていきます。
余ったドレッシングをですね、周りにかけて彩っていきます。緑で皿を汚すような感じですね。はい、これでカブのハーブマリネの出来上がりです。はい、これで美味しい牡蠣のハーブフライの完成です。ハーブの香りがとってもいいですね。